はい、皆さんこんにちは。今日もフォルツァストリートを楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価本当にありがとうございます。今開催されているスポットライトのこのフォーカスのイベントですね、僕このね今現在走ってませんが、まあこのね2000枚は一応貯めることができたので、今日はこのガチャ含めてね、いくつか引いていこうと思いますが、まあこの結局ジュースキャンですよね。ジュースキャンすれば、確定でゲットできるということで、まあ1スキャンごとに確率上がっていくんですが、本命というかそこまでね実際僕欲しい車ではないんですが、でもねせっかくなので引いていきましょう。はい、長押し。これも一応ねエピック含まれるので、ここでねこれですよ。今度またねやはりこのレアの横で止まるやつですね。まあでもこれ持ってないです僕は。はい、なのでこういうね新規車両が増えるとレベルもね上がっていってくれますし、まあ、前回の動画でもありましたが複製するとですねやはりいいこともありますね。車自体のグレードも上がってくれますし、まあねどちらにしてもいい部分はあるんですが、このクラスガチャですね、マッスルから引いていこうと思うんですが、まあこちらはエピックがあると、この2台ですね。今日はかなりのガチャの種類があるのでどんどん回していきましょう。まずこのマッスルカード、まあ、もちろんね今日1台でもいいのでエピックが来てくれたらいいんですが、まずは星2からスタートですね。まあ仕方ない。これは一応複製ですね。はい、なので複製ボーナスがいただけますね。現在ねあのチェンテナリオをねどんどん育ててるんですが、もうこのマッスルの強化キットとかねもう構わずね全てもうぶっ込んでねあの強化してますね。さてクラシックマッスルカード引いていきましょう。何が来るか何が来るか、難しいな。やっぱりこうねえあのせめてレアですね、あの銀色の枠にね行ってほしいものなんですが、これも複製なのでこれいただけるこのチューニングキットですよね。これはね本当今ね僕ありがたいんで、いや複製の方が良かったりします実際ね。今度はこのスポーツの3つある中のスポーツカードですね、こちらから引いていきましょう。エピックはこの2台、なかなかねいい車両なんですがこれが来ないんですよね。本当この黄色ですよ、黄色いやつ、黄色の枠で生まれた黄色の車両ですが来ないか。このさっきの横にあったコルベットに似たベンツがあるんですけど、あの次のフォーカスの次のイベントで始まるベンツのなんていう車両だったかな、とにかく見た目がめちゃくちゃかっこよくてですね、僕実際今一目惚れしている車両ですね。はい、複製ボーナスありがたいんですが、まあ同じ車両でもね星に星差ありますし、まあこれですね、このベンツ、これが次のスポットライト、僕が欲しいやつですが、ここで来たりしたら、まあ最高ですよね。レアでもいいですね。シルバーの枠であるレアで止まってくれても、十分嬉しいガチャなんですが、止まって、これですよ。この横で止まるやつね、これは辛い。なんだこれ。面白い形してますね、これ。ポルシェなんだ。皆さん知ってますかこの車。いや僕は初見でございます。いやこういうのはなんか嬉しいですね。で残るはモダンエピックありますね。このコルベットですね、コルベットとバイパー、これ来たら最高です、エピック。さてラストのモダンスポーツカード引いていきますが、でこれこれと
ちょっと待って、この真ん中をやめて。辛すぎるね、これ。エピックとレアの真ん中ってこれ。あ、でも一応これで、まあ、星さん。はい、星さん化しました。それでもね、この真ん中よりどちらかに偏ってくれた方が嬉しかったなぁ。はい、ではストリートを引いていきましょう。こちらも、まあ、コモンですね。エピックありませんが、まあ、レア。はい。コモン。はい。このクラシックストリート。こちらはね、エピックもないので、まあ、気軽に。なんでしょう。あ、これ、持ってますね、これも。はい、複製で。はい。強化キットですね、いただけますので、いいでしょう。なんていう車だったかちょっと覚えてないんですが、はい。でこれでストリートも終わりましたので、スーパーの方ですね。スーパーはもうモダンスーパーカード、これにかけるしかない。このエピックが一番多いんですね。アベンタドールも欲しいし、まあ、チェンテナリオ2代目でも十分嬉しいです、もちろん。そしてポルシェからは918スパイダーと911GT2RS となっています。さて一番確率が高いというか、まあね、欲しい車両も多いわけなので、まあね、黄色に光っているのが多いと思いますが、さて何かが来てほしい。お願いします。止まっていいところでお願い。あーでもね、今ね、右にあった車両、僕ねこの前ゲットしたんですよ。あのレアでね、星2ですが、GTR のね、R35 をね、はい。この GT2RS もね、レアですが、一応ね、星3にすれば、十分いい車両になると思います。とりあえず、クラスガチャも全部引いたので、残るは星3確定カードですね。これ、もう引いていきましょう。もちろん、エピックは含まれます、このカードね。さて、ここで引けたら最高なんですが、まだ、ここら辺。来るか。あ、でも、カウンタック星さんですね。これ、複製なんですが、星さんの複製は初めてかな。このマシン複製で、まあ250かかるけど、これはちょっとやりましょう。うん、レアチップ、エピックチップ、500枚ずつですね。まあね、星3、はい、星4車両にね近づくので、これはやっておくべきではないでしょうか。もし星3のね車両が、複製できるならば。あ、でもこれはちょっと、はい、ごめんなさい。よろしいです。ここに500はちょっと使えないかな。ちょっと何回も聞いてくるんですが、お断りですね。はい。一番近いのはこれで、あれですね、カウンタックが星4に一番近づきましたね、僕は。あと星3が2台ですね。星3のカウンタックが2台来れば、星4にね、なりそうです。このレアカード、エピックカード確定もね、集めていかないといけないですね。エピックですね。エピック確定とかも最高ですが、1万枚か。まあなかなか大変ですが、まあね、少しずつ集めていきましょう。ログインボーナスもね、あと1枚ですね。さて、そうですね。今日ね、ゲットした車両とかもね、ちょっと見ていこうと思います。カウンタックが複製できたのと、1台ね、どれだったかな。これですね。この AMG の SLK ですが、まあ、カラーリングはたくさんある。あ、この LED テール懐かしいな。そう、こんな感じでしたね、確かに。で、現行とはちょっと違う、またでもね、このヘッドライトも僕好きでした、確か。あ、このカラーも、
でもちょっとオレンジでいきます。はい、でいつも通りにこの星2から星3をね見ていくと、やはりこの変わり方なのでね、やはり星3車両からね、あの外観ってね変わってきますよね。うん、さてこれですね、先ほど言った R35、 GTR R35 をねゲットすることができました。星2のレアですね。うん、これを星3にしていきたい。もちろん欲しいのはエピックのね、あの R34 なんですが、まあ R35 いいでしょう。このねレア欲しかった車両の1台ですね。これをなんとか複製でもいいのでね、星3星4と、上げていきたいんですが、ああ裏感もあったな。そして今日はこのカウンタックですね、初めて、星3のね複製をしましたね。これから星4にできたらいいなと思っています。あとはまあ、今日ゲットできたこれね全部もう使っていこうと思います。普通ならねあのこの色ごとにね分かれてると思うんですが、そのスーパーならスーパーに合ったね強化キットを使っていくんですが、もうねそうも言ってられないので僕はこうやって全部使います。はい、それで527ですね、現在の PL、 まあ最高値ですね、総合値が、まあ、結構上がりましたね。そして狙うはやはりグレード6なので、今現在、グレード5の状態ですのでね、頑張ってグレード6にしていこうと思います。あ、そしてですねこちらちょっとタップしてスキップで、これ3台ですね。はい、15レベルに達したのでね3台使えるようになりました。これでいやこれはねレースを進めていく上で2台でねやっていたものを3台でできるので、単純にバトルできる回数が増えるので、レースを進めやすくなりましたね。はい、まあ、今日はねガチャほんとたくさん引いてきました。スポットライトから始まってクラスガチャをね何枚だったかな、かなり引きましたが、まあ、結果的には、うん、星2のレアは当たったかな。だけどやはりね星3とかね星3のエピックがねなかなか来ないですね。なのでねあのスポットライトのところでね、まあ、このチェンテナリオもそうですが、もしエピックがねイベントとして来たらですね、まあ、10スキャンをすれば確定になってくるので、ここぞという時はね、まあ、ガチで参加したり貯めたゴールドをね使ってみるのもいいんではないかと思います。ということで今日も皆さん見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。